皆さんこんばんは、 MK です。ポケットモンスタースカーレット青の円盤パート41やっていきましょう。今回も前回に引き続き環境整備したエリアで御三家の方をゲットしていければと思います。前回まででサバンナエリア4匹の御三家ポケモンゲットできておりまして、それがこちら人影、モクロ、ツタージャ、ワニノコですね。で8世代までの種ポケモンの御三家すべて出現すると考えると3波24で、テラリウムドームが4分割されていることを考えると1エリアに6匹の御三家種ポケモン出現するかと思います。サバンナエリアは残り2匹なんとか今回ゲットして、できれば進化までやっていければと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして応援の方よろしくお願いします。そしてそのうちの1匹を発見しました、フォッコでございます。まあフォッコといえばアニメ XY でセレナが使っていたイメージですよね。セレナはテールナーで止めてたよね。テールナーといえばポッケンでも参戦したポケモンでございます。そうポッケンだとテールナーなんですよ。まあフォクシーでもフォッコでもないんですよね。あとはまあフォッコ、テールナー、まあフォクシー、ポケモンユナイトにも参戦してますよね。 XY の御三家だと月光ガもユナイトは参戦してるから、ブリガロンだけいないのかちょっとかわいそうな気がしてなりませんが、いつかブリガロンも参戦させてあげてください。ということでちょっと捕まらんな、もう麻痺状態の体力1ですのでこれ以上弱らせることはできませんが、1回2回3回揺れて、嘘でしょ、多分自傷技は持ってないと思うんですよ。そうフォッコ系って特殊なので、まあ物理じゃない自傷技珍しいですから多分持っていないでしょう。はい、ここ投げていきまして OK、 捕獲クリティカルありがとう。一応揺れないお守り持ってますからね。ということでフォッコをゲットすることができました。こちら図鑑データ読んでいきましょうか。フォッコを読めないよ、まだ。キツネポケモン、炎タイプ、気持ちが高ぶりやすい性格、体温も上がりすぎるので耳で放熱して冷静になるのだ、ということで。いや、やっぱセレナのイメージが先行しちゃうな。トライポカロンのね、結構作画とかバリバリ気合入ってた時代のアニポケ結構面白かったよね。ということで、うわフォッコ結構いるじゃんでタイプ的に全部均等に出てくるとしたら、あと持ってないの水タイプですよね。ってことはワニの子と同じようにこういう水辺のところいるんじゃないでしょうか。つってもこの辺は人影がいたのか、だとしたらないような気もするけども、同じようなエリアに2匹御三家が出ることってありえるんだろうか。でもワニの子はさ、ちょっと違う場所に出てたよね。わーっと、いました、メッソンだ。まあメッソンといえばね、 MK さんは剣盾の実況の時相棒にしておりました。じゃあこちらゲットしていきましょう。結構いるな、群れで出てきたんか。よーし、じゃあメッソン、こちらも電磁波からの峰打ちやっていきましょう。インテレオンがかっこいいんだよね。そう、 MK さんもね、相棒だったからさ、剣盾の実況皆さん見ましたか？ MK さんの剣盾の実況全部見たという方はぜひコメントで書いていってください。ということでアクアブレイク持ってんのか。まあ剣気で攻撃が上がっていく。そしたらここ峰打ち打ってしまいましょう。自傷技、いや持ってないだろ。こいつもどっちかっていうと特殊より、トンボ返りって、これ大丈夫だよね、いなくなんないよね。トンボ返りとかって野生で使われても、いや逃げる扱いにはならないはずだ。吠えるとかだと逃げる扱いになるんですよ。あとテレポートとかね。うわ、ちょっとモンスターボールが滲んでるね、水の中。はい、たとえ火の中、水の中、捕まえることができました。ということでこれでサバンナエリアの御三家コンプリートでございます。始まって4分ぐらいで終わったけど、そんなことある？メッソン、水トカゲポケモン、水タイプ、口から吹き出す水の玉で木の実を打ち落として食べる、狙いは100発100中だ。あ、そんな描写ありましたね。ということで、そう、結構泣き虫のポケモンでございます。なんとかメッソンもゲットできましたと。そしたら、適当にテラレイドでも見つつ進化やっていきましょうか。経験飴結構ありますので、そちらを使えばすぐにいけるんじゃないでしょうか。あー、やる？カラマネロ持ってないな。一応スイッチ逆さまで進化できるんですけど、いや、やっちゃいましょうか。そう、まあいいか、XY から出てきたポケモンで、まあアニメだとロケット弾が使っていたんですけども、ゲームだとね、進化条件が結構特殊で面白くてですね、3DS を逆さまにして、
レベルアップだったんだよね。そうすると、マイイカがカラマネロに進化するという感じだったんですが、ケンタテ以降ニンテンドースイッチ本体をひっくり返すになったんですよ。だからコントローラーとかをひっくり返してもダメなんですよね。一応実況でやることもできますけど、いや伝わりづらいっしょだって実況でね、スイッチひっくり返したってね、皆さんから見てる画面はひっくり返んないからさ、ちょっと伝わりづらい進化になっちゃうと思いますので、こちらテラレイドでゲットしてしまいましょう。そう、このイカがねひっくり返って足になるっていう、これいいよね。ノノクラゲのなんか一番最初みたいな感じでございます。そしてひっく待って、こいつひっくり返、やばいな。え、ひっくり返す、やばいやばいやばい。ひっくり返すっていうマイイカとカラマネロの専用技がございまして、能力変化をひっくり返すのよ。だから特攻が上がってるのをひっくり返されると特攻が下がるのね。ちょっと待って、これまずいな。ひっくり、うわー、ひっくり返さないで、マジで。そうそうそう、これ超強いのよ。ドーブルとかにも結構覚えさせて使ってる人多いですよね。あとはカラマネロはあれだ、天の弱っていう特性を持っていて、天の弱は例えばインファイトとか打った時に防御と特防下がるじゃないですか。それが、防御と特防上げることができるんですよね。でスキルスワップを覚えんのよ。結構ダブルバトルでは XY の頃から使われているポケモンでございます。そしたら防御、普通に下がってるってことはこいつすり抜けか。そう、確かね、いやすり抜けだよね。そうそうそう、ひっくり返すじゃねえや、天の弱とすり抜けを持っていたイメージでございます。道連れとかをねすり抜けで身代わり相手に打てたりするので、そういうなんか奇襲型のカラマネロとかも当時流行っておりました。まあ言うてもダブルだよね、やっぱりカラマネロはね。だからこそこのブルーベリー図鑑で解禁したという感じでしょうか。そしたらまあテラスタルしつつシャドーボールオッケー、結構食らっております。星5だからまあそんな強くないでしょう。待って、ひっくり返すのだけマジ勘弁してほしいな。これひっくり返す使ってくるよね多分まだ。そしたらここテラスタルの攻撃の方が効きますので、フレアソングでいきましょうか。どっちみちステータス変化をかき消された。まあでもフレアソング打つしかないでしょう。うわ、ネックダブル用にやってるけど、これまあまあまあしょうがないか。オーバーヒートとかの方が火力は出るんですけどね。フレアソング、こんなもんか。ひっくり返すだけやめてくださいね。っていうか未だに専用技だよねひっくり返すって。うん、そうだったと思うよ。まあドーブルとかメタモンとかそういうのは抜かして、そう、マーイーカとカラマネロしか未だに覚えないはず。いや結構強いのよこれ。なんだ、積みポケとかの対策になるからさ。あとは村っ気とかの味方を守りつつひっくり返して形勢逆転みたいなダブルバトルで鬼氷とかとね組んで使っているのも見たことがありますが、いやほんとカラマネロはねダブルにいるだけでいろんなこと気使わないといけないから、なかなか強ポケなんすよね。と言いつつ、あとちょっとカラマネロなんとか倒すことができそうでございます。 OK、体勢を崩してもう一発。いやほんとこのイカが逆転して立ってるっていうのいいよねひっくり返してね進化させるという設定と非常に合っておりますが、なんとかこれでとどめでございますと。いや未だにひっくり返して進化するっていうのをぶらさないのありがたいな。次の任天堂ハードもぜひジャイロセンサー搭載していただけると嬉しいところでございますが、そうこれジャイロセンサー頼りのあれだからさジャイロセンサーってわかります？コントローラーとかゲーム機本体が傾いてるっていうのを検知するセンサーが入ってるのじゃないと本体を傾けてっていうのを検知できないからさだから 3DS はジャイロセンサーが入ってる初めての任天堂機だったのでそれができたんですよ。まあゲームボーイとかでねポケモンピンボールとかコロコロカービィとかね、特殊なセンサーが入っているソフトはあったりしましたが、そんな細かいマニアックな話はいいとして、はい、なんとかカラマネロをゲットすることができました。そしたらこちらも図鑑データ読んでいきましょう。そう、ロケット弾はねマーイーカで止めてましたよねマーイーカっていうのが個人的には楽しかったなという思い出でございますが、なんだか今日はアニポケ XY の話ばっかしてないか。カラマネロ逆転ポケモン、悪エスパータイプ、強力すぎる催眠術、操られていた相手は前後の記憶を失っていると。いやこの光ってる体がかっこいいですよね。ということでこちらゲットすることができましたと。そしたらまあ御三家の進化ちゃちゃっとやっ
ちゃいましょうか。もうサバンナエリア全部終わりましたので、じゃあ平らなところで進化いきましょう。まずはボックスからちょっと全部、今捕まえた御三家ポケモンを手持ちに入れたいと思います。いやこれだけで相当図鑑埋まるぞ。だって6匹がさ今から2回全部進化するから、まあまあまあ種合わせて18匹で、まあ種抜かしても12匹今から埋まりますからね。ということでじゃあ行きましょうか。まずはもちろん人影行っちゃいたいと思います。経験飴 L1個でいけないか、これ1個だときついかな。あー2個か、2個ですね。はい2個で OK。 もしかしたら L と M でもいけた可能性がありますが、人影の進化見ていきましょう。まあもちろん皆さんお分かりだと思いますが、こちらはハイバーっと光ってリザードンと進化する形でございます。リザードもかっこいいよね。結構この赤っぽい色はリザードだけなんですよ。リザード火炎ポケモン、炎タイプ。燃える尻尾を振り回すと周りの温度がどんどん上がって相手を苦しめるということで、はい OK、 リザードゲットできました。じゃあもうこのままリザードン行っちゃいましょう。経験アメールこれいける ?3 個で、あーオッケ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 ー、なんとかなりました。よーし、じゃあ行きますよ。そう XY でもね、最初にあの関東の御三家もらえてメガ進化もすることができるので、 XY やってた人も結構リザードンはあの記憶に残っているんじゃないでしょうか。ということでまあ大人気ポケモンリザードンでございます。リザードン火炎ポケモン、炎飛行タイプ。本気で怒ったリザードンの尻尾の先の炎は青白く燃え上がる。あーそうなんだ、青白く燃え上がるんだ。なんかそれはメガ X とかとかけてるわけではなくてか。ということでエアスラは別にいらないな。はいなんでこのタイミングでエアスラ。ということでじゃあ次モクロウ行きましょうか。まあモクロウの進化はあれだね、最近だとポケモンレジェンズアルセウスでやった方もいると思いますが、まあ翡翠の姿ではありませんからね、最終進化。まずは、はい、おあ待って、今 B 押した、押してないよ。うわもったいないことしたねえ。あーなんだこの微妙なの。あー違う M 使わないよ。ちょ OK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 。 うわなんで今 B を押した判定になった。押してないけどな、もう押したんだろうなMK さんの A 連打の癖がちょっと B の方まで行ったんだと思いますが、はい、まずはフクスローに進化しました。フクスローのこの何これ感も割と好きなんですけども、フクスロー、ハバネポケモン、草飛行タイプ。ナルシストで綺麗好き、豆にお手入れしてあげないということを聞かなくなることも、ということで、あそうなんだ。そしてこっからジュナイパーに進化するんですけども、最近の子はワンチャン翡翠ジュナイパーの方が知ってるんじゃないでしょうか。普通のジュナイパーにこれは進化するはずでございますので、そちら見ていきましょうか。ジュナイパーもあれだよね、ポッケン参戦したよね、最後の最後に。そうポッケンってXY 時代のゲームなんですよ。でサンムーンが発売されてから唯一ジュナイパーだけは参戦した思い出がありますということで、ジュナイパー、ヤバネポケモン、草ゴーストタイプ。そうゴーストが入るんだよね。翼に仕込まれたヤバネをつがえて放つ、 100m 先の小石も貫く精度ということで OK。 こちらも図鑑に載れました。今の写真かっこよかったね。そう影縫いがね専用技なんですけど、まあ一応覚えとくか。あ、ブレイブバードちょっと間違えたかな今。フェザーダンスの方が良かった感がありますが、そう、最近の御三家は結構、あれだよね。専用技を覚えるやつ多いですよね。はい、じゃあ次、ツタージャ行きましょう。M で行けますか?ツタージャはね、まあ天の弱、夢特性が天の弱なんですけども、今回は多分天の弱じゃないツタージャになるんじゃないかな、野生はね。まあ特性パッチ、特性カプセルあたりで夢特性にすることはできますが、当時できなかったんだからね、第三特性って第三特性で捕まえないとダメだったんだよ。ジャノビー、草ヘビポケモン、草タイプ。低い姿勢で草の中を縫うように走り抜け、鶴の鞭で容赦なく叩きのめす、ということで、やっぱジャノビーもねメスが似合うよね。結構まあアニメの印象が強いからかもしんないけど、なんかスタージャ、ジャノビー、ジャローダはメスの方が似合うなという個人的な感想なんですけど、皆さんいかがでしょうか?ギリギリ足りないっていうね。はい、じゃあこちらジャローダ見ていきましょう。ブラホアの時 MK さんはジャローダを一番最初パートナーとして選びましたよ。ということで、で、そのね、パートナーとして選んだ後にさ、夢特性で配信されてさ、もうなんか当時は特性変えれないから、夢特性にね、なんかわざわざまた新しく育て直した思い出があります。ジャローダ、ロイヤルポケモン、
モン草タイプ。太陽の光から生成したエネルギーを長い体の中で数十倍に増幅させるということで、なんか光合成がさらに効率よくなるみたいな感じでしょうか。ジャローダゲットすることができました。まだまだいきますよ。はい、じゃあ次、ワニの子アリゲイツにしてしまいましょう。アリゲイツのデザイン良くない？なんかさ、さっきリザードのデザインとか好きって、いや好きなんだよ、好きなんだけど、なんていうの、この一進化二進化って御三家がする過程でさ、この種ポケモンと二進化先のポケモンの間になってちゃうデザインのポケモンってたまにいるじゃないですか。まあリザードとかポッタイシとか、チャオブーとかもそんな感じだけど、このアリゲイツぐらいさ、なんか独特な見た目の方が個人的に好きなんだよな。一進化先、アリゲイツ大顎ポケモン、水タイプ。一度加えたいものは絶対離さないように牙の先が反り返っている。うわーかっこいいね。このアリゲイツのデザインいいよね。オーダイルともワニの子ともにつかない、なんかまた違う一個のデザインって感じがしません？MK さんだけ？だからまあそれで言うとね、割とブリガロンとかも好きなんだよな。あとジメレオンも好き。ジメレオンもさ、メッソンとインテレオンの間感はあんまりないじゃん。そうだから、ああいうこうなんかザ間みたいなリザー、まあ不思議層とかさ、ベイリーフとかあれぐらい設定がちゃんとしてんならわかるけどさ、オーダイル大顎ポケモン、水タイプ。大きく力強い顎で噛みつくと、そのまま首を振って相手をズタズタに引きちぎる。なんかこのあたりはあれだな、結構図鑑説明が怖いな。まあね、夢特性で力ずくを持っているポケモンでございますが、じゃあ次フォッコ行きましょうか。いやテールナ、皆さんにお見せしますよ。めっちゃ可愛いからね、テールナ。テールナもほら結構マフォクシーとフォッコの間ではないじゃん。テールナはテールナでちょっとデザインが独立してる感じしません？なんか MK さんの考えを一つな気がしますけどね。この尻尾にね、枝を突っ込むのも結構アニメで好きでした。テールナ、キツネポケモン、炎タイプ。尻尾の木の枝につけた火を振って仲間に合図を送る。危険な時はくるくる回す。ああ、そうなんだ。いや、やっぱポッケンのイメージ強いな。ポッケンとアニメ。ポッケンずっと MK さんテールナー使ってたんですよ。やっぱテールナーがアニメの影響で可愛くて好きでさ、はい、ずっとポッケンでは一番使っていたキャラクターでございます。ユナイトはあんまりがっつりやってないんですけどね。ということでマフォクシー進化させていきましょう。はい、マフォクシー。マフォクシーもなんか大魔術師感はあっていいよね。なんかテールナーの良さとマフォクシーの良さは別な気がする。マフォクシー、キツネポケモン、炎エスパータイプ。杖の先の炎で焦げ跡を地面に残す。昔の人はその形で占いをしていた。なんか占いと魔術、なんかちょっと深い設定がありそうです。マジカルフレーム来た。最初はこれもマフォクシーの専用技だったんですよ。最近は結構いろんなポケモンが覚えたりしますけども、はい、オッケー。そしたら次メッソンやっちゃいましょうか。まあメッソンはね、 MK さん剣盾の実況で散々使っておりましたので、進化、まあジメレオン、インテレオンはなかなか見てる人多いんじゃないでしょうか。よし、メッソン進化するぞ。ジメレオンもねいいよね。この色合い好きなんだよ、ジメレオンの。見て、これ。ほら、なんかこの水色もさ、ちょっとこう、濃い水色じゃん。で、このね、耳のさ、紫とさ、手足のこの黄緑。これいいよね。この毛だるい感じも好き。ジメレオン、水トカゲポケモン、水タイプ。粘液まみれの長い舌を目にも止まらない速さで伸ばし、獲物を見事に仕留めてみせる。なんか、この時点でもうさ、ゲコガシラとかもそうだけどさ、ケロマツゲコガシラ、月光ガもさ、もう一進化の時点で、あ、こいつ絶対めっちゃかっこよくなるなって感じするじゃん。ジメレオンももうそれを感じた。MK さんは当時、いやこれはかっこよく進化するよ。まあ実際かっこいいしね。巨大マックスのインテレオンもかっこいいんだ。まあスカーレットバイオレットだと使うことはできないんですけど、かっこいいインテレオン、ほっせー。おめでとう、ジメレオンはインテレオンに進化した。図鑑データ読んでいきましょう。インテレオン、エージェントポケモン、水タイプ。目の特殊なレンズを使って相手の体温などを感知して急所を見抜き攻撃する。そう、スナイパーが隠れ特性だったかな。ということでインテレオンもゲットできましたと。あ、狙い撃ち、これ専用技でございます。まあ水浸し使わないから、その代わりにでも覚えさせておきましょうか。よし、
じゃあこれで、サバンナエリアの御三家ポケモンは全て最終進化まで持っていくことができましたので、次回コーストエリア行きましょうか。コーストエリア何出てくるかな。そう、御三家もね、 MK さん何出てくるかすら分かっていない状態でやっておりますので、どこのエリアで何が出てくるのか MK さんと同じく楽しみという方はぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。